カキ DIY と申します。今回ですけども、コンデンサーマイクを購入したのでこちらをレビューしたいと思います。ハイファインというブランドのもので、購入価格は7210円。主にマイクを扱うメーカーで、数々のマイクの口コミを見てきてかなり評判がいいので購入。予算は1万円以内。デザインが良くて評価が高いものの中から USB コンデンサーマイクで探しております。コンデンサーマイクといってもよくわからない人もいると思うので、ちょっと簡単に説明すると、まあ私もねそれほど詳しいわけではないですが、マイクの種類でいうとダイナミックマイクとかリボンマイク、真空管マイク、あとねコンデンサーマイク、この中でも最近使われているのはダイナミックマイクとコンデンサーマイク。ダイナミックマイクは昔からあるタイプで、カラオケなんかで使っている形が有名です。いわゆるスピーカーと同じような原理のもので、イヤホンをマイク端子につなげると使うことができますが、これはねダイナミックスピーカーと同じようなものだからで、コンデンサーマイクは音楽でいうとよくレコーディングスタジオなどでも使われていると思いますが、仕組み的に言うと信号を電気信号に変換するときにコンデンサーを使うマイクとなります。したがって電源が必要なタイプとなります。どちらがいいとか悪いとかはなくて、特性が違うので使い分けている方も多いのかと思いますが、私の場合はこの動画を作るために購入しているのでこちらを選択。大まかな特徴としては、ダイナミックマイクは感度が低くて値段は安め、コンデンサーマイクは感度が高くて値段は高め、外観でいうと派手なものが多いと思います。もちろん値段に関してはピンキリなので比較するとキリがないもので、なんとなくですがそんな感じ。パソコンの前に固定して実況とかゲームプレイとかナレーションとかをクリアの音声で伝えるにはコンデンサーマイクの方が有利なような気がします。ではね、開封しましたが、取扱説明書は日本語です。ではね、付属品を紹介します。まずね、こちら本体、ショックマウントとスタンドがね、ついている状態です。こちらはポップガードで、ポップノイズの軽減と飛沫を防止します。でこれがピボットマウントで、アームを固定する際に使用するマウント。こちら USB ケーブルで、本体側のポートは Type-C となります。ではまずね、外観から見ていきます。ポップガードを装着してみると、こんな感じ、かっこいいね。まずね、背面にボリューム、まずこちらは RGB のオフで LED パターンの変更ができます。でこのつまみでマイク角度の調節ができます。マイク背面にヘッドホンジャックと USB ポートで、本体上部にあるのがミュートボタンで、この部分がねショックマウントとなっていて、あらゆる方向からの振動も吸収できて、録音への影響を最大限に低減します。うん、素晴らしいと思います。スタンドの底はこんな感じ、厚めのラバーになっていて振動と滑り止めに強そうです。ちなみにこちら本体の重さは 428g。 よく考えられている構造で、見た目も使い勝手も良さそうな感じ。ではね、ケーブルをつなぎます。 USB ケーブルで接続すれば OK。 接続はこれのみです。USB 接続なので機器は限られますが、 Windows とか Mac とか PS5 とか。ではまずミュートボタン、
タッチボタンなので素早く切り替えが可能となっていて、実況などをやっている方には便利だと思います。では次にカラー変更。多色サークルカラーから単色までね、変更ができます。単色は6色に対応、こんな感じです。ではね、 Windows 11に USB を挿した状態でサウンドの設定を見てみると、マイク側のヘッドホンジャックから流すときはここです。このマイクを使うときはここで、こちらがマイクのボリューム。ではね、この手持ちの状態からちょっと強引ですけど試してみたいと思います。サウンドレコーダーを立ち上げて、マイクテスト中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 。はい、ということで設定はね、こんな感じです。基本的にはつなげればいいので簡単です。実はこの音声はこのマイクを使って後からナレーションで録音しているので、実際に使用している音源となっていて、実際に使用した感じですが、なかなかね、いい感じです。音質もクリアで使いやすいし、デザインもね、気に入っております。ズームなんかに使うときもマイクがおしゃれなのでいいのかと思います。あとね、意外とコンパクトな設計なので机に置いても邪魔にならないし、トータルバランスは優れていると思います。では最後にね、違うマイクと比較をしたいと思いますが、でこちらサーマサプライのピンマイク、これもコンデンサ方式みたいで購入価格は1500円くらい。ピンプラグ形式なのでダックとかマイク端子に接続して使用していきます。ではね、ただいま使用している状態ですが、これの違いが分かると参考になるはずです。再生する機器にもよるのかと思いますが、結構違いはあると思うのでご参考になればと思います。ではね、変更。はい、ということで今回の動画は以上です。よろしければ高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。